皆さんこんにちは。 UNHCR の伊藤彩希です。現在 UNHCR レバノン事務所の代表をしています。レバノンには現在150万人のシリア難民がいると言われています。ここで UNHCR は6つの現地事務所、そして640人のスタッフを持って一丸となって難民の支援保護を行っています。私は UNHCR で働き始めてもう30年近くになりますが、そのほとんどが現場の仕事になっております。アフリカ、中東、アジア、ヨーロッパ、少し本部にもいましたけれども、やはり現場の仕事が一番やりがいがあると思っています。私の国連のキャリアの始まりは、外務省のやっている JPO プログラムで UNHCR に派遣されました。で、最初の赴任地はモンドーというミャンマーの西側にある、バングラデシュの国境にある町に行って、最初のインターナショナルスタッフとして行って、事務所を開いて、そこでオペレーションを立ち上げるという仕事でした。そこではバングラデシュから帰ってくるロヒンギャ難民の帰還のモニタリング、毎日のように村に行って帰還民と話をしてニーズを、持ってきて、それで、援助をするという仕事をしていました。 UNHCR の JPO は特にですね、現場に出て働きながら、オンジョブトレーニングという感じでいろんなものを学んでほしいというのが、哲学としてありまして、私も現場で、いろんな先輩から指導を受けながら、人道援助、難民保護のイロハを、いろいろ叩き込んでもらいましたし、そのいろんなことでもかなり重要な責任も任せてもらえて、そこで自分で、ディシジョンメイキングをする力というものも、学ぶことができました。国際的な仕事、国連、UNHCR などでチャレンジな仕事をしてみたい、人道援助、開発、あらゆる分野があります。 JPO は絶好の機会です。ぜひチャレンジしてみてください。